安心坂は、東京都港区と新宿区の境界になっている、赤坂御用地の北側に沿った都道にある坂道である。多くの別名があり、ゴンタ坂、ゴンタワラ坂、品、野坂などとも呼ばれる。港区赤坂青山ゴンタワラ町明治記念館と、赤坂御所との間をサメが橋に下る坂である。坂上は、ゴンタワラ交差点で、外苑東通りと交差する。 坂の左手には明治記念館が右手には赤坂御用地で東宮御所がある。北東方向に下って行くと左手に東京都神社町や南本町公園があり川橋坂につながる。坂下の南本町公園あたりは低い湿地でかつては沼から雨川が東南の赤坂ため池に流れていた。 湿地は、江戸時代に外堀工事の残土で埋め立てられ、町屋となった。安鎮坂の名は、かつて坂の前にあった安藤左兵衛の屋敷内に、安鎮大権原の社があったことに由来し、後に安鎮坂と書くようになったものである。別名の権田原坂は付近に、屋敷のあった権田市、あるいは、権田原宗図の石踏みにちなむなど小説ある。この地は昔、幕府の大官。 ゴンダヤとなる者の,の屋敷地だったとも、あるいはゴンダ城之助、ゴンダ小三郎とその組下の組屋敷だったとも言われる。坂の両側は土地の木の並木になっている。また、赤坂御用地の樹木などもあり、都心では稀な緑の多い静かな佇まいである。1994年8月2日、タレントのビートたけしが、この坂下でバイク運転中に、 自尊事故を起こし、重傷を負った。安鎮坂の坂下から迎賓館と学習院、初等家の間を北に上る坂、すなわち、新宿区若葉一丁目と、港区元赤坂二丁目との境界に位置する坂は、サメ川橋坂と呼ばれる。この坂には、木の国坂、大坂などの別名もある。ABCDEFG、安鎮坂、横関 a 江戸の坂東京の坂地区間処防平成22年11月10日発行 ABCD ゴンダワラ坂石川定時江戸東京坂道時典コンパクト版平成15年9月20日発行ありがとうございます